この20年間も奴隷の10年間、監獄の10年間があっても、それは人々を生かすために益に変えられた。益に変えられる神を知っているから、彼は許す。ただ許すにも、その信頼関係は別ですよ。ここに鈴木武夫さんがいますけれども、彼も同じように、冤罪事件で、留置所に入り、2年間不毛な裁判を戦い、弁護士費用をしこたま出し、職を失い、そんなね、国家に翻弄されて、神様がいなかったら、それはご愁傷様ですっていうね、それは大変でしたね。それはもう本当に他人事で、あら本当大変でしたね、本当にこれから頑張ってくださいって話なんですけれども、彼はその苦しみの中にあって、生けたる誠の神、彼を信じたならば永遠に生きるんだ。生きるだけじゃない、死んでも生きるというだけじゃなくて、この人生を再出発し、人生をやり直すことができる神に出会ったから、私はそれでよかったっていうんです。伊藤園の販売機見たら蹴飛ばしたくなる。伊藤園の販売機見たら、お金入れるところにガムを入れたくなる。そのように、分かりますよ、僕も執念深いですからね。あの野郎絶対あったら、今度はこの間は複数だから立ち目なかったけど、一人の時に絶対やっちゃおうかなとかね、そういうぐらいのあれですよ。でも伊藤園はね、どこにもありますからね。そんなにね、どこにでも歩けばね、販売機あるしね。でも僕の配慮としては、伊藤園は極力飲みません。このようにしてですね、許しのプロセスっていうのがね、あるんですよ。彼だって神様信じたからね、伊藤園許しますって言ったけどね、今だって自分から伊藤園買わないでしょ。買うかもしれない、安かったら買うかもしれない。それもまだ許しのプロセスの、まあ、8段10段階のうちの8から7かもしれないね。でも確実に神様を知ることによって許しのプロセスを歩んでるんですよ。僕もそうですよ。そういう人いるんですよ。いたんで、今も現在進行でいるかもしれない。あ、いるね。いるかもしれない。いるね。正直に言ったらいるよ。まあ、そういうことで私たちは神様の介入って、神様が生きてるんだってことを着実に体験として知っていくんですよ。できない、できっこないことをできるのが神ですからね。ここに来る人はいろんなバックボーンを持ってますよ。同じように、私と同じようにバックボーンを持ってる人もいる、精神障害を持ってる人もいる。でもここは本当にみんなが自覚がね、ありますから、罪人だとか、大したことないとか、変に蔑むんじゃない、自分を自己卑下することもない、自分を安くすることもない、セルフイメージは高くしないといけないですよね。神様に会って私たちはここで尊いんですよ。他と比べることがないんですよ。だから教会っていうものは、これをしよう、あれしようじゃなくて、包括的に受け止めてあげるところですよ。いろんな傷を持ってる人、いろんなことに悩んでる人たちを包括的に私たちは受け入れていくこと、その中でその新しく来た人たちが回復するんではないかと。許しのプロセスで一番手っ取り早いのはですね、あんな野郎、この野郎と思ったら、あ、ごめんなさい、あなたが愛されてる人なんですね。たとえクリスチャンでなくても、高価で尊いって言ってるんですよ、聖書では。しかもクリスチャンであるならば、いや、クリスチャンでなくても、イエス・キリストは
俺の嫌いな奴のためにも十字架にかかって血を流されて死んでくださったんですよ。だからイエス様を思い浮かべて、イエス様はこう言うんです、私に。私の血は安くないよ。お前の嫌いな奴のためにも十字架にかかったんだよ。だから許してやってくれんかって僕に言うんですよ。言うからさ、許さないわけいかないよね。それが手っ取り早い許しの方法だと思います。それは私の体験なんですよ。だから祈ろうって言うの。祈ろうって祈った時に、私たちは感情で祈り出しても祈っていくと、祈りの霊、聖霊様が祈りますから、もう私ではない聖なる霊が祈ってくださいますから、何も心配することはありません。そこで勝利します。そして自分も成長します。許せなくても許しました、許しました。天では聞かれたその祈りは必ず現実にゴールします。そこまで行くのが信仰、信仰を働かせるということですから、私たちはできないところ、まだ見えていないけれども、もう天では聞かれたんだ、それに向かって諦めずに絶えまずに進んでいく、祈っていく、その中に神様が確実に生きて働いて、私たちを語りかけて体験的に教えてくれる、奇跡的な出会いをさせてくれる、その神様に今週も期待しましょう。許しのプロレス、許すのはあなた自身、また許されたものは信頼を回復するね。そのプロセスが大事ですよ。ヨセフが最後の最後まで許し、そんなことを心配に及びませんと許したのは、お兄さんたちもヤコブのお父さんが死ぬまでの間、ヨセフに対してしっかりとした信仰生活、弟に対するその償いの日々をしっかり行ってたからでしょ。お兄さんたちが、ああ許されたんだからもういいやいいやいいや、またヨセフまたどっか違うところの奴隷に売っちゃおうなんて思ってたら許しませんでしょ。ちゃんと許されたものとしての歩みをお兄さんたちがしていたからこそ、ヨセフも許せたんです。双方に福音が、十字架が必要です。双方にキリストの復活が必要です。お祈りします。天の地の神様。